い、こんにちは。はい、大変ご無沙汰してます。22回目となります。で、今回はちょっとお客様から、外に置く植木台で、水に強く腐らなく、丈夫で、面白いのないかという問い合わせがありましたので、今回このチークの切り株の小材、これをきれいに洗浄して、で、サンディングをかけて、ピカピカに仕上げたいと思います。カメラさん見てください。これ今ずっと置いてある状態がこう雨にかけて、野ざらししてますので、こういうグレー、ちょっと汚しげな感じになってますけど、これが磨くとどう変化するかっていうのをちょっと、皆さんにも見ていただきたいと思いますので、今から作業させてもらいたいと思います。そしたら今からこれで、外にかかっているホコリを取ってみたいと思います。はい、これで、一応外の、汚い、泥は取れたと思います。で、まあ弱いところはこう削れて、あとはこうしっかりした部分が残っておりますんで、今からこれ乾いてから、ブラッシングをかけて、最後にサンダー仕上げしたいと思います。で、この濡れた、チークの切り株が最終どういうふうな綺麗な仕上げになるかっていうのは、後の楽しみということで、はい、それではしばらくお待ちください。はい、それではやってみましょう。はい、思いっきり力を込めて磨きましたけど、これカメラさん分かりますかね、あのザラザラのやつがもうツルツルに、ちょっと画像では分かりづらいか分かりませんけど、ツルツルになってます。こういう木っていうのはなかなか、内地物の木ではありません。やっぱりチーク独自の、強さ硬さだと思います。で、これは今天板をこう磨きました。で、次このサイドも磨いていきたいと思います。終わりました。はい、カメラさん見てください。これで全部ツルツルになった、分かってもらえますでしょうか。これね、ちょっと水かけたら自然オイル塗った感じでツルッと光る感じがすると思うんですけど、ちょっと水かけてみましょうか。今これ水かけたのは、まあ、オイル仕上げするとこういう風な感じの色に仕上がるということで水をかけたんですが、オイルを塗るとまあこの色がずっと続くということになります。で、オイルを塗らなければまた外に置いとけば、まあ、元通りのこのグレーの色になる。だから磨くと元々のこの小材のこの、あの面白い色が出てくるというのが、これ、オブジェの面白いところだと思います。はい、なのでこのグレー色が好きな方もいますし、こういう、もともとこういう色が好きという人は磨いてこういう自然オイル仕上げで、ご注文いただきます。どうだったでしょうか。
はい、で今回、22回目はこのオブジェを磨いたことを案内させていただきました。はい、ありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。